山城、戦艦。山城は、大日本帝国海軍、日本海軍の戦艦。不走型戦艦の二番艦。大東亜戦争、太平洋戦争においては、第一艦隊、第二戦隊に編入され、第二戦隊が解体されるまでの間主力の戦艦部隊の一隻として作戦に従事した。しかし、1944年、昭和19年2月から3月にかけて、 直作戦準備のために連合艦隊の水上戦力の大改変が行われた際に当分の間使用の見込みがなかったため訓練連成部隊として再編成されていた戦艦部隊の第一艦隊も改めて解体再編成されることが決定されたその際有足の山和型と長戸は第二艦隊第一戦隊として再編され 航空戦艦へと改装された伊勢型が第四航空戦隊に編入されたのに、対して、不装型は速力が低く機動部隊編入には適さないと判断され、山城は連合艦隊付属となり、横須賀方面海軍小学校練習艦として任務に着くこととなった。その後1944年、昭和19年9月10日に早1号作戦警戒が発令されると、 山城は再編された第2艦隊、第2戦隊へと編入され、西村中将の座上する機関となり、第1遊撃部隊第3野戦部隊として、霊的海戦に投入されたが最後は、すり顔海峡における、米艦隊との夜間水上戦闘にて撃沈される、こととなった。山城の艦名は、機内の両政国、山城の国から取られた。艦内神社は、岩清水。 ヤワタグーからの分子。戦艦山城は1913年、大正2年11月20日、横須賀海軍交渉で、歌唱艦名第四高戦艦として寄港された。1914年、大正3年10月12日、歌唱艦名第四高戦艦を山城と命名。1915年、大正4年11月3日、伏見宮広安王が臨席して、 浸水式が行われ、1917年、大正6年3月31日竣工した。1927年、昭和2年7月23日、昭和天皇が、連合艦隊の戦闘射撃及び爆撃実験ご覧、するにあたり山城が、お召し艦に指定された。護衛は、第四駆逐隊、グ武艦は不二28日、天皇が山城に上艦した。 山城には事前に徹底的な清掃と修理、天皇大在のための改造が施されていた。また、環状水泳のためのプールも6.7番、宝刀作元側に設けられた。当時の乗組員は、左官11、医官35、巡視官16、歌士官257、平成11、要人4、京戦334名であった。以後、天皇のお召し官として、再起案、 天マ大島、小笠原諸島を航海する。文語水道では、空母赤城、宝送の艦載機訓練や、戦艦長と、道の区の夜間射撃訓練を天皇が展覧した。8月10日、横須賀に入港して、天皇御体艦。同年10月30日、横浜沖で行われた、大演習艦艦式、お飯艦道の区、仙道艦絹、久武艦阿部熊、由良、熊。 ながらに参加。その後1928年、昭和3年12月から1929年、昭和4年11月まで連合艦隊機関となった。1936年、昭和11年2月4日、山城から長門に連合艦隊機関が変更されたように短時間ながら連合艦隊機関となった事例がある。1928年、 昭和3年12月4日、横浜沖で行われた五体霊特別観館式、お召し館春名、仙道館混合、ふぶか比叡、岩手に参加。1930年、昭和5年10月26日、神戸沖で行われた特別大演習観館式、おし館霧島、仙道館足柄、ふぶかん妙高、なち、羽黒に参加。1934年、 昭和9年11月15月からの1年間、南雲忠和大佐、後の南雲機動部隊司令長官が城の艦長を務めた。翌年5月の第二水雷戦隊との夜間演習では、軽巡洋艦人数に推薦機関と正面衝突仕掛けたが、南雲大佐の冷静な判断で回避に成功、大事故を免れている。1936年、 昭和11年10月29日、神戸沖で行われた、昭和11年特別大演習館冠式、お召し艦比叡、先導艦長会、グ部カンアー足柄に参加する。1940年、昭和15年10月11日、横浜沖で行われた、紀元2600年特別館冠式、お召し艦比叡、先導館高を、グブカ過去、古高にも参加した。 太平洋戦争初期中期は、不装型戦艦のほか日本海軍の戦艦のほとんどは内地にあった。山城と不装は1942年、昭和17年6月のミッドウェイ海戦に戦艦山といか主力部隊として出撃するが、戦闘には参加しなかった。そのミッドウェイで失った空母戦力穴埋めのために、すべての戦艦を航空母艦へ改造することが検討された際に、 服装型は伊勢型と共に最終候補となっていたが、結局これは伊勢型戦艦2隻の改造となり実現しなかった。その後も内地で大機の任務が続き、砲術学校の練習艦として使用されていた。艦内は隅々まで手入れが行き届き光り輝いていたという見学した横須賀海軍砲術学校生徒の改造があるが、その一方で鬼の山城。 ヘビの長とと恐れられる艦でもあった。1943年10月には航空戦艦伊勢と共に、こうした IT3 号輸送部隊として輸送任務を行った。キロは空母巡洋と行動を共にした。11月9日、イーヨナナで巨雷発射訓練中の旅113と接触事故を起こすも、損害は警備で済んだ。1944年、 昭和19年になると、不装はトラック白地に進出して、大和や武蔵と共に待機し、その後、今作戦等に従事したが、山城は内地待機が続いた。6月、日本海軍はマリアナ沖海戦で大敗、サイパン島陥落により、絶対国防圏は崩れた。日本海軍は6月15日から29日にかけて、東豪作戦を発動。 マリアナ諸島のアメリカ軍に対し、日本本土の航空兵力を多数投入していた。この状況した、上主義特連合艦隊参謀は山城、もしくは不相と、第五艦隊、巡洋艦なち、足柄、玉、木曽、阿武熊島によるサイパン島突入作戦を発案、海軍陸戦隊をサイパンへ強行輸送しつつ、艦隊は浮き放題となって、陸上砲撃を行う計画を提案する。 神は山城艦長となって自ら陣頭に立つことを希望した。第五艦隊は北方より内地に戻り作戦準備を行うも作戦は中止された。太平洋方面戦線を挽回するために再建途上の第一機動艦隊を投入して行われた阿豪作戦におけるマリアナ沖での決戦に敗北した日本軍の絶対。 国防権は縮小し、最後の国防要域として残されたのは、本土、南洋諸島、台湾、フィリピン島のみとなった。大本営は、8月以降に想定される、連合軍の直進行にこうするために、7月24日の陸海軍事後の作戦主導大抗にてこの残された要域を、決戦方面と市地上決戦の方面は、北部フィリピン島付近とすることを決定した。そして、 連合艦隊に対しては、敵が来航した場合には、全兵力を上げて、基地航空機の威力圏内に敵迎撃、撃滅し領域を確保するとの決戦方針が示され、さらに7月26日には、この決戦は、都市合作戦と、枯することが決定された。また、同作戦の区分は4つに分けられ、そのうちフィリピン方面は、早一号と区分された。 1944年、昭和19年2月25日に、第二戦隊が解体された後、連合艦隊付属となり、横須賀方面小学校練習艦として、横須賀にあった山城は、8月14日に内海西部に開校された。9月10日に、第二戦隊が再編され、西村昌司中将が第二戦隊司令官に着任したことで、第二戦隊機関となった。 同月23日、山城は柱島を出撃し、第17区区隊、裏風、浜風、摂風、磯風に護衛され、日本本土を離れ、29日ブルネーを経由した後10月4日に、林河白地へ入り泊し、第2艦隊に合流した。しかし、山城が第2艦隊に合流して間もない10月10日に、沖縄を17隻の空母を中心とした。 アメリカ第38任務部隊が吸収したことを契機に台湾沖航空戦が勃発することとなった。この10月12日から15日にかけて行われた台湾沖航空戦によって空母撃沈11隻、撃破8隻の戦果を上げたと判断した連合艦隊司令部は16日1032、高尾の95度430海里の地点に空母7隻、戦艦7隻、 巡洋艦重数隻の敵空母部隊を発見したことを受け、敵残存勢力に対して決戦を挑み戦果を拡大するために、リンガハ白地の第一遊撃部隊、第二艦隊に対して出撃準備を加齢した。しかし、第一遊撃部隊がブルネーへと向け出撃準備を進める中で、10月17日0650、スルアン島の海軍見張り所より突如米艦隊の 出現の報告がもたらされ、ドーミ見張り書は0800に敵が上陸を開始したという電報を最後に連絡を絶った。この緊急報告を受けた連合艦隊司令部は敵がフィリピン島に上陸する可能性があると判断し、同日0835都市1号作戦警戒を発令しすでに出撃準備を開始していた第一遊撃部隊に対してもブルネへの進出を 改めて加齢した。そして1日後の18日には、早1号作戦が発令され、第1遊撃部隊は、第2部隊を先頭にし、第1戦隊、第2戦隊をとに、リンガ白地を後にし20日に、ブルネーへと入り泊した。第1遊撃部隊がブルネーへ入り泊するまでの2日の間に第1遊撃部隊の突入計画は、外決定されており、 連合艦隊司令部と同じく第二艦隊司令部は、全艦隊を一方向より進出するよりも、南北両方面から分身させる方が有利であると判断していたため、列速の第二戦隊は、別動隊として、スリガオ海峡からレーテワンへと突入させる予定となっていた。この第一遊撃部隊のレーテワン突入計画は21日1700より、第二艦隊機関あたごにて行われた。 作戦打ち合わせおいて、初めて知らされ、第二戦隊のすり顔海峡からの突入に対して、意外の感を持った者もいたとされるが、これに対して、異論を唱える者は誰もいなかった。栗田長官が二十一日に発令した、機密一遊び命令作戦第四号では、第二艦隊の任務は、全力基地航空部隊、機動部隊本隊と、共同、十月二十五日霊明時、 タクロバン方面に突入、先つ所在海上兵力を、撃滅次手的攻略部隊を殲滅すとされ、その作戦要領は22日0800に、ブルネイを出撃した後、24日の飛没後、サンベルナルジの海峡を突破したマール島、東方面海面において野戦に行って、敵水上部隊を撃滅後、10月25日0名、タクロバン方面に突入し敵船団を呼び、 上陸軍を覆滅するとされており、第3部隊に関しては、主要任務が1、敵戦団及び、上陸軍撃滅に、敵水上部隊建成攻撃とされており、作戦要領はブルネイ出撃後分離し25日、黎明寺主力に策応し、スリガオ海峡より、タクロバン方面突入し敵戦団及び、上陸軍を撃滅するとされていた。また、栗田長官は軍事の中で、 いやしくも敵主力部隊撃滅の後期あれば、健康一滴の決戦を断行する初心である。と述べており、第一部隊、第二部隊の任務は、水上部隊、主力部隊の撃滅を第一とし、輸送戦乱、陸上部隊の撃滅はその後の二次的な任務とされていた。山城は突入計画に基づき、軍隊区分された第一遊撃部隊第三部隊、第三野戦部隊、 通称、西村艦隊の機関となった。この西村艦隊は、第2戦隊、不走型戦艦山城、不走、重巡洋艦斎場、第4駆逐隊、万潮、朝雲、三雲、第27駆逐隊、しぐれ、戦艦2隻、重巡洋艦1隻、駆逐艦4隻の、計7隻で編成されていた。統一訓練すら行ったことのない寄せ集め艦隊であり、 最初から生還の見込みはなかったとされる。第三部隊が編成された翌日の22日には、西村司令官より文章にて、作戦要領が指示され、第三部隊は22日1500、ブルネイを出撃、25日の日の出前に主力に作応し、スリガオ海峡よりタクロバ白地へと突入し日の出前後にわたり、敵戦団を呼び、上陸軍を撃滅するとされた。また、 同司令官は、栗田長官他関係各部にあて、第三艦隊の行動予定を、X-3 日、22日1530、ブルネイ湾出撃、X-2 日、23日1100、パラバック海峡通過進路50度にて x 1日0 6 3 0北緯10度30分、東抜き121度25分より、震度140度事後、 民棚海北岸沿い日に進撃零一零零ピニト岬南方に立ち進路三百五十度にて零点1に立ちすと伝報しており、出撃前に各艦艦長を機関、山城に集合させ簡単な作戦打ち合わせを行った後、予定通り千五百三十ブルネを出撃した。しかし、シュグレ艦長、西野茂中佐によるとこの作戦打ち合わせの際には、西村司令官、 山城館長、篠の中月与少々両名は出席していなかったとされ、打ち合わせでは、レーテ湾の北側の浅瀬に警戒するようにとの話が出され、打ち合わせ後には酒が振る舞われたとされる。なおしぐれの館長は21日に、ブルネーへ入り爆した直後西村司令官に呼び出され、作戦名を受けたとしており、その中で別動隊として、スリガオ海峡から突入する予定であるとのことや、 今度の戦は敵の輸送部隊を撃滅するのが主目的であるため攻撃してきた奴はやっつけてもいいが深追いする必要はないとの説明を受けたと証言している。このため21日の時点である程度の作戦説明はすでに西村司令官から各官庁に対して行われていた農性も考えられる。25日にタクロバン方面へ突入することを起点に レーテ湾へと至る四つの航路のうち南北からの強撃が可能で二十五日黎明にタクロバンより突入可能であったのは潜水艦に遭遇する危険性は高いが敵航空機の策的圏外であった第二航路約二二千百キロメートルと敵航空機の策的圏内であるものの最も距離の短い第四航路約千五百九キロメートルの二つであったため列速で 後続力の少ない第三部隊は、ブルネイ博地、バラバック海峡スルー海ミンダナオ海、スリガオ海峡レイテワンという第四航路を指定され、25日黎明のタクロバン方面突入を目指した。10月22日午後3時30分、栗田艦隊出撃から7時間半を置いて、西村艦隊は、 リンガ博地から出撃し、23日10時20分にバラバック海峡を通過して、鶴海に入る。10月24日午前6時50分、最上の水上偵察機がレイテ湾に到達、西村艦隊と各方面に戦艦4隻、巡洋艦2隻、駆逐艦4隻、魚雷艇14隻、輸送船80隻を含む、米艦隊の存在を伝えた。 午前9時以降、ツール海ネグロス島南西海域で、米軍機動部隊、第3艦隊第4軍デビソン隊艦載機27機、ロケット弾装備隊6回、ヘルキャット、SBC にヘルダイバー級降下爆撃機の攻撃を受ける。アメリカ軍機動部隊の攻撃は栗田艦隊に集中しており、西村艦隊は10時以降空襲を受けず、予定通り、スリガオ海峡を目指して進撃した。 不走、最上、しぐれが被弾したが、各艦とも損害は軽微であった。ただし山城世存者の江崎久と山城主警庁によれば、レーダー危機器に被弾して、レーダーが使用不可能になったほか、資金弾により、右玄中央から後部にかけてのバルジと艦隊の境が大規模に裂けた。結果、右玄に5度傾斜したが、左玄への注水により平行を回復したという。 12時15分、アメリカ軍第7艦隊司令官のトーマス C ・ケイ度中将は指揮下の全艦艇に対し、野戦準備警報を発し,し、特に、ジェシー・ビーオルデンドルフ少将の艦隊42隻、戦艦6隻、重巡洋艦4隻、軽巡洋艦4隻、駆逐艦,隻駆逐艦28隻に、西村艦隊と島艦隊への迎撃準備を命じた。戦艦6隻、ウェストバージニア、 16インチ砲8門、メリーランド、16インチ砲8門、テネシー、14インチ砲12門、カリフォルニア、14インチ砲12門、ミシシッピ、14インチ砲12門、ペンシルベニア、14インチ砲12門のうち、ミシシッピ以外の米戦艦5隻は、新珠湾攻撃で沈没もしく大破しており、近代化改修を受けて、再投入された軍艦たちであった。しかし、 戦艦用砲弾の七七十点三パーセントは陸上砲撃用の HC、ハイキャパシティ弾で占められており、鉄鋼 AP 弾、アーマーピアッシングは全体のわずか二二十点七パーセントに過ぎず、HC 弾もすでに五十八パーセントが陸上砲撃に使用され消耗していた。少ない対艦用鉄鋼弾で最大限の効果を上げるべく一万七千から二万ヤードでの 射撃砲が決定された。湾内には28隻の輸送船、3隻の上陸作戦用指揮官、ダグラス・マッカーサー将軍が座上する、軽巡洋艦ナッシュビルが停泊していた。第7艦隊の魚雷艇船隊ボーリング中指式のうち、レッスン少佐率いる39隻が、すり顔海峡の13カ所に展開、一部は、ミンダナオ島のカミギン島に進出していた。 10月24日午後7時前後、最前線に立つ栗田艦隊や西村艦隊は、豊田添江連合艦隊司令長官、連合艦隊司令部、慶応義塾大学日吉第一加号から発せられた、天遊を革新自然軍突撃せよ、連合艦隊伝令372号、GF 機密24万1813番伝を受信した。25日未明、山城以下西村艦隊は、 ミンダナお海を抜け、島艦隊に先んじて、アメリカ軍の第七艦隊が待ち構えるスリガオ海峡に突入した。西村艦隊は闇雲にスリガオ海峡へ突入したと誤解されがちだが、西村司令官は地区一自体の状況を栗田長官に報告していた。一方で、栗田艦隊の戦艦武蔵沈没という被害や反転、再反転の情報を受けしていたかは定かではない。 二十一時十三分、西村司令官は、二十五日零四0 0並ぶおきに、突入予定、第二戦隊機密、第二十四万二千十三番電と発信、栗田艦隊受信二十時二十分。対する栗田長官は、二十一時四十五分に、零手突入予定時刻を二十五日十一時と伝え、西村艦隊は、予定通、零手白地に突入後二十五日零九零0 スルアン島の北東10階地付近にお手主力2号道、一遊撃部隊、第24万2145番電と発進した、西村艦隊受信22時40分。24日午後7時頃、最上都第4駆逐隊、満潮、山雲、朝雲は、総統隊として先行した。午後11時、しぐれは、上銀島の北方で、 アメリカ軍魚雷艇との交戦を報告する。魚雷艇一隻が、しぐれの砲撃で損傷したのみで双方に、主な戦果はなく、魚雷艇は煙幕を展開して被退したが、オルデンドルフ艇徳への通報は一時間遅れた。受信026。10月25日午前0時前後、西村艦隊総統隊は、魚雷艇三隻と交戦、被害はなかった。 一連の戦闘で、アメリカ軍魚雷艇39隻のうち30隻が、戦闘に参加、魚雷34本、海戦全体で160本ともを発射したが、確実に上げた戦果は、島艦隊系寿命ア阿ク熊中派のみである。一時、西村艦隊は、0130、釣り顔海峡南口通過、01に突入、魚雷艇数隻見タルタ敵情不明。 第2戦隊機密、第2100番伝と報告、栗田艦隊受信2時20分。1時30分、総統隊が西村艦隊本隊に合流。2時になると進路を真北に取り、突入体制を取った。同時刻、西村艦隊とアメリカ魚雷艇軍が砲雷撃を交わしたが、双方とも戦果はなかった。一連の戦闘で魚雷艇一隻。 PT-493 が大敗翼町沈没、10隻が損傷し、6名が戦死した。アメリカ軍如来帝軍の攻撃を切り抜けた西村艦隊は、戦闘から満潮、浅雲、山城、塑、最上が一列に並び、山城下げに 1.5km にしぐれ、右道距離に三雲という単純陣を形成した。午前2時50分以降、しぐれは、 ディガナット島寄りに駆逐艦三隻発見を報告。西村司令官は、単小灯による、勝者攻撃を命じるとともに、単獣人を礼し、万長、朝雲、三雲、しぐれ、山城、不相、最上という完全な単獣人を形成した。西村艦隊は3時10分前後に砲撃を開始した。アメリカ軍は、海峡東側、西村艦隊右前方を進む。 第54水雷戦隊3隻、リメイ、マクゴーワン、メルビンが、魚雷27本を発射。海峡西側、西村艦隊左前方を進む、第108逐隊2隻、マクダーマット、モンセンが、魚雷20本を発射。アメリカ軍水雷戦隊は、K47 本の魚雷を発射した後、西村艦隊の照明弾に照らし出されたものの離脱に、成功した。 午前3時10分頃、不走は、ひかみなりして落語、その後に爆沈した。離脱した不走の位置に最上がつき、山城に続行した。西村司令官は、不走の落語に気づかず、不走健在と判断したまま命令を発していた。逆に、しぐれは脱落した戦艦を山城、戦闘可能な戦艦を不走と判断していた。3時33分3時40分、は、 山城の左縁に水中2本が立つのを確認し、艦首付近に魚雷命中を認め、3時35分に山城の左縁に火災が発生しているのを確認した。護衛の駆逐艦も山雲が強陣、満潮がかみなりして、航行不能、朝雲が艦首切断という大損害を受けて、次々に落語し、3時25分、アメリカ軍、 第24水雷戦隊の駆逐艦6隻が戦闘に加わり、駆逐艦機連が山城に魚雷1本を命中させた。数本の魚雷はしぐれの艦艇を通過していった。西村は栗田艦隊や島艦隊に対し3時30分に、すり顔水道の北口両側的 D、駆逐艦魚雷艇あり味方、D に平井遊翼中山城平井一戦闘航海に支障なし、 第2戦隊機密、第25330番電を発信した、他艦隊受信4時15分。また、最上は3時40分に、山城より、ワレギョラアイオーク各艦割れに構わずと進せよとの、信号を受信した。しかし、3時51分、オルデンドルフ少将より、すべての巡洋艦に対して、射撃開始が加齢され、デンバーが3時51分に、 距離14,447メートルより山城を目標に砲撃を開始したのを皮切りにミネアポリス、コロンビアも同一目標に対して射撃を開始し、ポートランドもそれに続いた。さらに3時53分には戦艦部隊のうちウエストバージニアが距離20、848メートルより射撃を開始し、3時55分にはテネシー、カリフォルニアもそれに続き、 射撃をはじめ、各艦は許される限りの AP 弾すべてを山城に、対して発射した。アメリカ軍戦艦6隻、ペンシルバニアは発砲せずの手砲発射弾数は、計72発、アメリカ軍巡洋艦部隊は8インチ砲、6インチ砲、契約3000発を発射したと記録されている。すでに1本の魚雷を受け速力が12キロトンに、低下した山城は、 環境付近に命中した敵団により、炎上、斎上も環境への命中弾で、艦長や航海長が戦死するなど戦闘力を失った。西村司令官は、我が魚雷を受け区画艦派前進して敵艦隊を攻撃、つべしと加齢したという。なおしぐれ戦闘商法では3時55分に炎上、航行不能となった戦艦を不走としているが、実際には山城であった。 同時刻、アメリカ軍の第56水雷戦隊駆逐艦9隻は、山城が速力を落とし進路を北から西に変えるのをレーダーで探知。第1小隊のニューコム、アルバート W ・グラント、リチャード・ピー・リアリーの3隻の駆逐艦は、山城と並走しつつ、距離約5,580メートルで、各艦魚雷5本、計15本を発射、4時11分30秒に2つの 爆発音を認めた。山城は、複方で汚染したが、アルバート W グラントに命中弾を与えたに止まった。山城環境にいた江崎和江町によれば、午前3時30分頃に1本目の魚雷が山城の左元後部に命中した。後部弾火薬庫爆発の危険が生じたため、第5、第6手砲弾火薬庫へ注水が行われ、速力が低下し始めた。その頃から、 艦砲射撃を受け始め、環境付近に火災が発生し、第三砲塔以下は、使用不能となった。その後第一、に砲塔のみで汚染中、左元中央部に、魚雷1本が命中。一時速力が5キロトンに低下したものの停止するには、至らず速力は12キロトンに回復。艦内通信遮断、3本目の魚雷が、右舷機関室に命中すると、山城は艦首を南西に向けて、 停止、停止後唯一健在だった一番砲塔のみで、応戦していたところ、最後に四本目の魚雷が、右舷に命中、鳥かじに点出したまま急速に傾斜し始めたという。西村司令官が、安藤仙人参謀に、我がレーテ湾に向け突撃、玉砕スの伝文作成指示を出すのを、江崎は目撃しているが、この伝文は栗田艦隊に届かなかったか、山城は、通信能力を、 すでに喪失していたと見られる。その後、総員退去が命じられたが、華麗3分後の4時19分には横転して完備から沈没した。山城の沈没後も、戦場離脱に努力していた西城は、被体中に第二遊撃部隊、島清秀中将帰還なちと衝突、さらに9時前後に空襲を受け航行不能となり、明物の手によって来撃処分された。 また朝雲も12ノットで退避していたが、追撃してきたデンバー、コロンビアの2系寿命艦、クラクストン、コニー、ソーンの3隻の駆逐艦に捕捉されてしまい、7時21分に撃沈された。西村艦隊所属艦のうち、クレの切風、サセボのシュグレと歌われたシュグレのみが損傷を受けつつ、生還し、27日になって、ブルネイに帰着した。 零手沖海戦すり顔海峡野戦は空軍が関与せず、戦艦同士の砲撃戦が行われた最後の海戦だった。戦艦から戦艦に対する最後の砲撃は10月25日午前4時9分、戦艦ミシシッピが山城に対して発射した12発の14インチ砲弾とされる。本海戦において日本海軍側は山城、輸送、斎場、阿武隈、島艦隊。 三雲、万長、朝雲が撃沈され4000名以上が戦死したのに、対し、アメリカ海軍の損害は、駆逐艦一隻損傷、魚雷艇一隻沈没、戦死39名、負傷者114名であり、本海戦は、太平洋戦争における最も無残な戦いの、都と評されている。山城沈没時の定員は1350名で、あったが、対空機銃を増設した関係で、 約1500名が配属されていたと思われる。主官2名、下士官兵8名、生存者10名がアメリカ軍に救助され、戦後帰還した。沈没時は多く、アメリカ軍駆逐艦,艦艦長によれば数百名の乗組員が漂流していたが、アメリカ駆逐艦の救助を拒みで起死した者、陸地に上陸したが住民に殺害された者も少なく、なく。 最終的に生存者10名となってしまった。しぐれは、上級司令部に対し、加藤党勢力以上の敵白地に夜間突入する派、賞賛なしと報告している。戦後、小沢寺三郎、霊って置き換え戦時、小沢機動部隊司令官は、あの時、真面目に戦争したのは、西村和人だったよと語った。また江崎、山城司警長は、敗因について、日本海軍が、 アメリカ海軍に負けたのであって、西村司令官の責任ではない。当時の誰でも、西村司令官以上の指揮はできず、あの状況下では、最善の指揮だったと信じている、艦を沈めたのは4発の魚雷であり、艦砲射撃は週末を早めたのみであると回想した。1922年、大正11年3月29日、 山城第二砲塔上に滑走台を設け陸上機の発艦実験を行った。航空機はグロースタースパローホーク戦闘機で3回の実験すべてが成功した。山城では実験後に滑走台は撤去されたが、この成功以降、5500トン型軽巡洋艦に滑走台が設けられた。しかしその後の傭兵側の評判は良くなく、カタパルトが 実用化されると滑走台形式は捨てれることになった。は左に同じ変更なし空白は不明。1944年昭和19年は推定を含む。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。